私たちのお母さんはあまり家に帰ってこない。じゃあお留守番よろしく。ママ今日もいないね。うん、朝早く出かけて行って夜遅くに帰ってくる毎日。お腹すいた、もう死ぬ。待ってね待ってね、準備するから。私は二人のお姉ちゃんだからしっかりしないと。すぐご飯でも作ってあげるね。って何もないんだった。飲み物も飲み切ってもうないしな。そんなの死ぬ死ぬ死ぬ。お腹すいた、うん、お腹の音が鳴りやまないでちゅ。あ、この車の音、ママの車だ。ママが帰ってきてくれた。みっちょみーみー、もう大丈夫だよ。ママ帰ってきてくれたからずっと何か買ってきてくれてるはず。ママおかえり。待ってたでちゅよママ。ママ今日のご飯は何？リップお腹すきすぎて死ぬとこでした。え、ママむしり。ママ、ママなんで喋ってくれないんですか？ああもうママのまうっそいわね。私はあんたたちのために帰ってきたんじゃないの。お腹すいたなら勝手に食べろっつってんでしょ。それがもう食料も尽きてるから。だから何？あんたが自分で食料調達すればいいじゃない。お姉ちゃんなのにまともに二人のお世話もできないの？いや、お世話してるけどもう何もないしなすすべなくて。はぁ、あ、口答えするなら私二度と帰らないよ。ったく、風呂入りに帰ってきたのにギャーギャー文句言って邪魔しないでくれる。あんたたちはママの邪魔をするために生きてるの？ちっ、はぁ、あ、めんどくさ。ママ今日もまた怒ってるでちゅ。うん、話も聞いてくれないね。そう、私たちのママはいわゆる毒親だった。子供たちのことを全く考えてくれない親のことだ。さーてと、今日の夜も飲みに行くから早く準備しなきゃ。え、ママまたどこか行くの？は？また文句？誰のせいで生きてけると思ってんだよ。今生きてそうやって文句言えるのも全部私のおかげだよ。いや、文句は言ってないけど、でも実際もうご飯ないし。ああ、もううっさいうっさい。それが文句なんだよ。ほんとあんたなんて産まなきゃよかった。え、どっかにカップ麺でもあるでしょ。じゃ私もう出るから好きに過ごしてなさい。あ、行っちゃった。てか、ほんとあんたなんて産まなきゃよかった。なんて言われたらさすがに傷つくよね。ママせっかく帰ってきてくれたと思ったのに結局出て行っちゃったでちゅ。次はいつ帰ってくるんだろう。そうだね、カップ麺はあるって言われたけど、たったの一つだけ。この一つを三人で分けるしかないね。そこからママはその日も次の日もまたその次の日も帰ってこなかった。水も出なくなり、お風呂も入れない日々が続く。お腹は空くばかり、だんだん動くのもしんどくなってきた。そしてママが帰ってこなくなって一週間が経った。はぁ、本当にお腹が空きすぎて死ぬ。頭がぼーっとしてきたでち。全然食べてないから動く気力もないよね。今あるものはゴミ箱に入ってるいつからあるかわからない食べ物たちだけ。でももうこれでいいでちよ。いやいやいや、まあ、ダメだよダメだよ。でも何も食べないよりかはマシだ。ダメダメ、食べちゃダメ。ほら言ったじゃん、腐ってるって。お腹壊すに決まってんじゃん。ああどうしよう、ココちゃんこのままだとミーミー死んじゃう。急いで病院連れて行かなきゃ、うん、でも病院にかかるのはお金がかかる。こ
この家にはお金がない。どうしよう、このままだったらミーミーが本当に死んじゃうよ。会いたいです。ママの部屋、もしかしてママの部屋にならお金があるかも。これ金庫、この中にお金が。あったあったあった、ここに500円玉が3つあるから、急いでミーミーを病院に連れて行こう。リップ、うん、大丈夫？ミーミー大丈夫？はいはい、このお薬ですぐに治りますよ。ミーミー、それこのお薬みんな、うん、コク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 。大丈夫？お腹痛いの治った？うん、わあ、治ったかも。よかった、薬のおかげでもう痛くないぞ。よかったよかった。もう腐ったものなんか食べちゃダメだよ。うん、ココちゃん、リップ連れてきてくれてありがとな。うん、今はママの金庫に入ってたお金があるから、これでちゃんとした食べ物を買って帰ろう。こうして私たちはママのお金で食べ物を買って、おいしい、おいしい、おいしい、食べれることがこんなに幸せだったとはな。もぐ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 、この後ママだ、ママがやっと帰ってきた。え、ほら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 、帰ってきたよ。あんたたち何食べてんの？いや、ミーミーが病気になって病院行かないと死ぬところだったから、ママの金庫からお金を。何してんのよ！私のお金を取ったの？この泥棒！違うですよママ、ココちゃんはミーミーを助けるために。まあいいわ、あなたたちにはもう出てってもらうから。え、なんで？なんで出て行かないの？出て行くって。ママ、この人と結婚することになったの。いよって、お前らブッサイクな子供だな。でしょ、全然私に似てないでしょ、だから余計いらないのよね。ま、そういうことで、ここであんたたちとはもうさよならよ。え、嘘でしょ、私たちを捨ててその人と住むなんて。リップたちだけじゃ生きていけれないよ。追い出さないでくれ、ママ、ママ。はあ、捨ててせいせいしたわ。バイバイ。私たちママに捨てられちゃった、そしてゴミ箱に入れられちゃった。ピコミンズ、かわいそうと思った子はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。いらない子っていう看板まで立てられて悲しいぞ。今までも常に空腹で辛かったけど、これからもっと辛い思いしていくことになるんだろうな。お、誰か来た。この人たち見るからにホームレスなんだろうね。ゴミも漁ってるぞ。家もなくてゴミだらけの中から食べ物を探してる毎日なんだろうね。リップたちもこれからあのおじさんみたいになっちゃうの？ミーミーたちにはもう何も残ってないからな。どう考えても死ぬ未来しか見えないぞ。と、絶望的な私たちの目の前に一人の女の人が来た。その人は両親やお世話をしてくれる人がいない子供たちを育ててくれる施設、孤児院のママだったのだ。ボロボロのピコミンズを見つけて拾ってくれたのだった。お母さんに捨てられたなんてかわいそうに。お腹も空いてるでしょ、うん、これこのパンを食べなさい。は、ありがとうございます。いただきます。こんなにたくさんのパン嬉しいね。うん、うまいうまい、うまいうまい。孤児院にはたくさんの子供がいるわ。寂しくないし、きっとすぐにあなたたちも馴染んで友達もできるわよ。楽しみだな。どんなところなんだろう。あ、信号待ちか。さっきのホームレスおじいちゃん、なんか私たちだけ申し訳ないな。拾ってもらって、ホームレスの人たちを置いて自分たちだけが拾われたことに少し申し訳ない気がした。そして孤児院に着いた。うわー、綺麗なところ。今までの家と大違いだ。うん、始めます。
よろしくね。君たちかわいいね。一緒に遊ぼうぜ。ここでのことは何でも教えてあげるからさ。まあまあ、あなたたちすぐに仲良くなっていいことだわ。新しい友達も受け入れてくれて私たちはとても喜んだ。個人ってマジで最高だね、うん、早くここでの生活したかったな、うん、だな、うん、今まで辛い人生だったけど今日からやっと人間らしい生活が送れるんだな。だね。もうすぐお昼ご飯の時間か。うわ、虫なんだけど。うわ、キモ。食べろよ。え、食べろよって聞こえた。食べろよこの虫。これお前の昼ご飯だ。いやいやいや、何言ってるの。食べれるわけないじゃんこんなの。ほら、いいからこいつを食べろよ。ギャッハッハッハッ。 やめてよ。ほら早く。ココちゃん押さえつけて何してんの。やめて。うっぜ、新しく来たやつが調子なんじゃねえぞ。ここにいる限り俺たちの言うことを聞いてもらうからな。ガハハハハハ。ココちゃん大丈夫？え、マジヤバくない？うん、優しい子たちだと思ったのにね、うん、そう、ここにいる子供はママの前ではいい子だけど、ママがいないと嫌がらせをしてくるのだ。ここでピコミンズクイズ。悪い男の子は私に何を食べさせようとした？1. 虫 2. 草。コメントに書いて答えてね。このトイレ掃除が終わったら遊び時間だ。ココちゃーん。え、何？うわ、ココちゃん口くっさ。ねえ、やばいよ。うちが歯磨いてあげる。これで。やめてやめて。それトイレのブラシじゃん。いた。いいんじゃない。どっちも汚いし。ほら、シャカ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 。ココちゃんたちちゃんと掃除してる？あ、はーい、仲良くやってるよママ。ママ違うのに。じゃあ引き続き頑張ってね。はーい。ママに言うなよ。もし言ったら今度はその便器に顔突っ込んでやるから。あー、美味しそうなご飯だ。おいお前、あれ見てみろよ。あれあれあれだよ。え、なんだ、どこだ。あ、何もないじゃない。え、で、ご飯がなくなってるんだが。まさか。へへ、お前が食べていいご飯なんかねえよ。この人最低だ。人のご飯食べたな。何何、どうしたの。あ、ミーミが自分のご飯早く食べてもうなくなったから俺のを分けてあげようとしたんです。あら、そう、分けてあげるのは優しくていいことですね。はい、ママ。こいつリッペリッペ、今までごめん。ちゃんとお前らに謝ろうと思ってさ、この屋根の上にプレゼントを用意したんだ。え、プレゼント。あ、これで許してもらえるかわかんねえけど受け取ってくれねえかな。うん、謝ってもらえたならいいよ、許す。それにしてもプレゼントってなんだろう。もうすぐ屋根に着くけど何があるんだろうな、楽しみだな。なんか書いてある。嘘だよバーカ。え、プレゼントは受け取ってくれたかな。俺たちからのメッセージプレゼントでーす。うわ、はしごが壊れて落ちる。へへへ、俺様が謝るわけねえだろ。個人から出てけ、しぶといゴキブリだな。リップ大丈夫？出て出て。リップにこんなことするなんてあいつら許せない。何の音？やって、ママのお皿落として壊しちまったぜ。あ、大丈夫よ、あいつらのせいにすればいいんだからさ。何の音？まあ、これはこいつだよ。
こいつがこのお皿変なの壊してやろうぜとか言って投げてたの俺ら見たんだ。あなたたちが？違う違う、してないよ。こんなの濡れ衣だよ。本当だぜ本当だぜ、俺見たし。私も見たわ。ほらほらママ見てくれよ、お皿を壊したからこいつ怪我してんじゃねえか。違う、これはあなたたち、物を壊すのは悪いことですよ。こんなことをしてはいけません。その日の夜、私たち何もしてないのに、全部全部あの子たちがやったのに。うん、ここにいればご飯や生活には困らないけど、これ以上いたらあいつらに何されるか分かんない。自分たちの命が危険にさらされるかもしれない。だな、もうこんなんだったら外の方がマシだよ。逃げようよ、もうここにいたくない。でもどうやって逃げる？通気口から逃げ出そう。うん、あ、いいなそれ、今すぐ逃げよう。うん、ピコミンズは孤児院の子供たちとの生活に限界が来ており、夜中に脱出することにした。幸せになるために自分たちで生きていくと決めたのだ。これだけ遠くへ逃げれば捕まえられて戻されることもないでしょう。でもまた振り出しか。最悪だピエン。うーん、ピエンピエンだけど、あのまま孤児院にいるよりかは絶対今の生活の方がマシだ、うん、なんとか頑張って自力で生きていこう。そしてピコミンズは幸せになるんだ、うん、ピコミンズならできる。できる。おー、切り替えて生きていくぞ。もう大人には頼れないぞ。まずは住居がなくなった私たち、家から作りたいと思います。お、簡単に取れる土を集めて家を作っていこう。はい、よしよし、だいぶ集まってきたな。うん、これだけ集まれば作れるはず、うん、これで外観を作っていくぞ。しっかり囲って雨風をしのごう。うん、よし頑張って作ろう。うん、四角い家にすればいいのか。そうだね、簡単な家でも雨風をしのげるようにしよう。よし完成。中に入ってみよう。おう、どこどうだって、うん、なんか狭くないか。走り回れない。いや仕方ない、今の私たちにはこれが精一杯の家だ。うん、上出来だよ。しかし土で作った家は夜はとても冷えて寒く、持って出た食料は底をつき、体力は徐々に奪われていった。このままだとママと住んでた時みたいに体力がなくなって動けなくなる。そうならないようにご飯はたくさん食べよう。でも食べ物は落ちてるわけじゃないし、どうしよっかな。うん、そうだ、畑を作ろう。おー、いいね。ちょうど個人からクワ取ってきたし。うん、だったら、うん、じゃじゃーん、見て、食べ物の種を私も孤児院出る前からたくさん取ってきたんだよね。おお、ナイスナイス。これを植えて食べ物を作ろう。うん、そうだね、畑ができるのが楽しみだ。はいはいはい、植えていきます。よしよし、これでもう食べ物に困ることはないだ。うん、君たちはもう昔とは違う自分たちの力で生きていけるぞ。その日の夜、明日にはこの小麦が収穫できそうだね。うん、朝起きるのが楽しみだよ。はい、明日の朝には出来たての野菜をいっぱい食べような。そうだね、うん、じゃあ今日はもう寝よ。寝よ寝よ。なんか外が騒がしいんだけど。え、台風だ。雨もすごいし風もすごい。ミミです、起きて起きて。作った家がなくなってしまった。とりあえず
よし、天井を埋めよう。雨が降り注がないようにね。うん、ここでおとなしくしたいのと。そうだね、早く台風でもないかな。次の日、はあ、雨が止んだぞ。ピコミンズは新たな住処と食べ物を探し歩き回った。お腹すいたな。服もボロボロだし、幸せになりたいよ。前に出会ったあのホームレスおじいちゃんもこんな思いだったのかな。家もなく食べ物もなく毎日精一杯生きてたのかな。幸せになりたいだけなのに、パンだ。おお、パンが落ちてる。あの人見たことある。本当だ。噂をすればあのホームレスおじいちゃんたちじゃん。でもなんか前に比べて汚くなってるし弱ってるように見える。え、この人まさか死んでる？大丈夫ですか？おじいちゃん、おじいちゃん。ああ、君たちどこかで見たような。はい、一回ゴミ捨て場で出会ってます。それより大丈夫ですか皆さん？ああ、ちょっとお腹が空いて動けないだけだ。大丈夫。それなら、さっき拾ったパンが。私たちもお腹空いてるけど、私たちはまだ動ける。うん。ねえ、ミニリップ。このパン、おじいちゃんたちにあげてもいいかな？もちろんもちろん。より困ってる人たちにあげるのは当たり前。うん。おじいちゃんたち、みんなで分けて食べていいぞ。君たちも見るからボロボロで、とてもご飯を食べてるようには見えない。本当にもらってもいいのか？はい、もちろんです。どうぞ。ありがとう。みんな、この子たちがパンを分けてくれたぞ。おー、ありがたや、ありがたや。お礼と言ってはなんだが、この特別な段ボールを君たちにも分けてあげよう。段ボールは家を作るのにちょうどいいんだよ。風よけにもなるし、冬は暖かいし、私たちにとってはすごく大事なものだ。パンをくれた君たちにお礼がしたい。私たちちょうど住むところを失ったし、ここは橋の下だから雨の心配もない。どうせ住む場所探してるところだったし助かったね。うん、そうだな。これからよろしくな。ホームレス先輩ついていきますと、ホームレスの人たちと共に生活していくことを決意した3人だが、やはりゴミを漁る毎日、外での生活、ホームレスとして生きていくのは大変だった。一生この生活不安になってきた。うん、服もボロボロになってきたな。ちぎれまくって裸同然だよね、こんなの。ああ、ああ、また元気がなくなっておる。よーし、それならわしの一発ギャグを聞いて笑うがいい。いくぞ。コーディネートはコーデネート。虫はムシムシ。ダジャレを言うのは誰ぞ？滑りまくってて逆にウケるんだけど。コーディネートはコーディネート、気に入った。虫はムシムシも。おじさん、親父ギャグに真剣すぎなんだよ。あー、面白。おお、笑った笑った。そうだそうだ、辛くても笑ってれば楽しい気持ちになる。ほらほら、箱を運ぶぞ。まただそれ言ってるよ。あー、なんかおじさんと話してたら元気出たわ。ありがとう。おじちゃんたちはピコミンズの元気がなくなると決まってダジャレで笑わせてくれた。おじいちゃん、ゴミ捨て場でハサミ見つけた。
からおじいちゃんたちの髪の毛を切ってあげるね。ほらめっちゃ伸びてバッハみたいになってるじゃん。髪の毛伸ばしっぱなしだとどんどん汚れも溜まってくしさ、少しでもすっきりするために切ってあげるよ私が。ああありがとう。こんな何日も洗ってない髪を切ってくれるとは、なんて優しい子だ。それじゃあ切っていきますよ。何日も洗ってなくてプンプン匂うこの髪の毛、すっきりさっぱり切って気分を上げよう。ダジャレで元気をくれたおじさんたちへの恩返しってことで、チョキ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 。おー、髪を切るだけでだいぶすっきりしましたよ。あ、イケおじだ。うんうんうん。おー、ありがとうね。こんな私たちへの恩返しだなんて、優しい子たちだ。よし、おじいちゃんたちに魚を取ってあげようっと。うわー、助けて、溺れて死ぬ。おー、大丈夫か。しっかりしてこっちへ来るんだ。はあ、助けてくれてありがとうおじいちゃん。と、おじいちゃんたちが助けてくれることもあれば、おじいちゃんたちに熱が出た時は病気によく効く薬草を取りに険しい道のりを進み、薬草を取ってきてあげることもあった。あったあった。おじいちゃん、これで熱が下がるはずだよ。ピコミンズとおじいちゃんは助け合い、みんなでホームレス生活を送っていた。そんなある日、おい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 、こんなところにくっせえホームレス軍団がいるぜ。くっせえ、よくこんなゴミまみれの場所で暮らしてけんな。わ、ヤンキーが来た、めっちゃ怖いんだけど。刃物も持ってるし。わしの後ろにおれ。おじいちゃん、こんなゴミを集めてゴミまみれにして、お前らは地球を荒らすゴミと一緒だな。生きてるだけで迷惑かける奴らだ。いなくなれよ、腐ったゴミ人間。なんてひどいことを言うんだ。君はかわいそうじゃ。あ？お前みたいな人をゴミといい、バカにすることしかできんやつは本当にかわいそうじゃ。救いようもない。なんだとじいさん。まずいんじゃない、これ。ヤンキーに歯向かったら何されるかわかんないよ。わしらはこんな生活だが、中身は腐ってない。生きてて人に迷惑かけることもない。迷惑かけるのは人に突っかかり暴言ばかり吐くお前の方じゃ。なんだとじいさん、いい度胸じゃねえか。この子たちは決してゴミ人間なんかじゃない。こんな年寄りにも優しくしてくれた心の綺麗な子たちだ。おじいちゃん、どっちが生きてて迷惑かよく考えて発言せ。こいつ俺に歯向かったこと絶対許さねえ。刺してやる。ダメーダメー。ココちゃん、ココちゃん、まずい、意識が。ココちゃん起きて。ココちゃん目を覚まして。ココちゃん、あれ、ここは目を覚ましたのか。ココちゃん、ここは病院だよ。ココちゃんヤンキーに刺されて気を失ってたんだ。うん、無事処置して命には別状はないみたい。そっか。おじいちゃんたちは大丈夫なの？わしらなら大丈夫じゃ。え、おじいちゃんたち、その格好、何？まるでお金持ちの人みたい。ねえ、これ高かったでしょ。おじいちゃん、ホームレスなのにどうやって買ったの？実はわしの正体はピコ財閥の会長なんじゃ。ピコ財閥って、あの超超超超お金持ちの会長？お城守ってて
お金もめっちゃくちゃあってすっごい人じゃん。そしてこの3人は側近のものじゃ。ということを私たちもさっき聞いたんだ。でもなんでそんなすごいお金持ちの人がホームレスなんかしてたの？それは聞いてない。何のためなのか教えてくれ。わしは自分の遺産をどうしても心優しい人に譲りたかったんじゃ。だからホームレスのふりをしてこの町に紛れ暮らし、ずっと心優しい人を探してた。みんなわしらを汚らわしいものを見るような目で見て去っていった。そんな中君たちと出会い、こんなわしらを命に変えてでも守ろうとしてくれた。わしの遺産を相続するのにふさわしいのは君たちしかおらんと思ったんじゃ。そうだったんだ。ぜひ君たちに譲りたい。譲らせてくれ。こうしてママに捨てられて超貧乏のホームレスだったピコミンズはまさかのお金持ちへとなり、おじいちゃんも一緒にみんな仲良く暮らしましたとさ。人生何があるかわからないね。ピコミン優しくしたら自分に返ってくる。まさにそんな結果になったな。人生大逆転だ。やったー。引き続きチャンネル登録をしてピコミンズの他の動画も見ていってください。